皆さん毎度大きにゆずきゆかりです。はいどうも。1ヶ月動画をサボってゆかりちゃんと愛の逃避行を満喫していました、いたこです。というわけでようやっとこさ動画の方を復帰したいと思います。こいつなんやかんや言い訳しながらずっと動画サボってたな。まあ今年はいろいろありましたからね。リアルな話をすると、私とゆかりちゃんの愛の巣の整理とかずっとしてましたね。今年の不運の厄落としを兼ねて死ぬほど大量のゴミを処分しましたね。最後のゴミはこいつをバラバラにして捨てれば完了です。ゆかりちゃんそんなこと言って、私が少しでも掃除をしようものなら二人の匂いが取れちゃうからって洗濯すらさせてくれませんでしたよね。私はゴミは洗わないで捨てろつったんだよ。お前が半年以上傷つけたものを洗濯したら一発で洗濯機行かれるだろ。まあさすがの私でもリビングでゴキブリの妖怪見つけた時はやめーってなりました。そんでいろいろありすぎてマジで動画の投稿をやめようかと思いましたよね。1ヶ月も放置してればこいつもう投稿しねえなって普通は思いますからね。おかげでずっと放置してたところの掃除ができましたよ。ゆかりちゃんも少しは気になるところの毛の手入れでもしたらどうですか。1ヶ月も放置したらゆかりちゃんの毛なんてボーボーじゃないですか。お前の鬱陶しい耳毛と尻尾の毛を全部剃ってから言ってくれませんかね。ちなみに今日はどこに行くかっていうと、使ってない動画を消化するだけなので新潟に行きます。2ヶ月ぐらい前のことなんで雪とか1ミリも降ってないですね。ちょっと前の新潟とか地獄のような猛吹雪だったみたいです。あの時新潟行ってから遭難してましたよ。そうなったらお前だけ置き去りにして私だけ帰ってきたんですけどね。ああなったらもうお互い裸になって抱き合って暖を取って助けが来るのを待つしかないですよ。私たちももしもの時のために二人用シュラフでも買って常備しておきましょうか。なんで死ぬかもしれない時にまでお前と一緒に寝なきゃいけないんだよ。もしもの時はお前を吹雪の中に放り込んで助けを呼んできてもらうからな。そして戻ってくる頃には冷たくなったゆかりちゃんがいるんですね。お前を殴るまでは死なないんで安心してください。というわけで久しぶりのゆかりちゃんとデートです。最初はとりあえずいつもの柴田のホビーオフですね。ここはとりあえず新潟来たら寄ってるところですね。動画にしてなくてもほぼ毎回寄ってますね。たまにすごく安いのあって転売したら儲かるやろなってやつ結構ありますよ。お前は少しは言葉を選べよ。え、じゃあ転売したお金で美味しいご飯が食べられます。1ミリもマシになってねえよ。ここって店員にイラスト描くのが上手い人がいるのか、ジャンコちゃんのイラストかそこら辺に飾ってるんですよね。あと店内放送で私好みのキュートな声の人がいるんで、今働いてるとこをクビになったらここで働きたいなって思ってます。お前みたいな性格破綻者が接客とか無理だろ。ゆかりちゃん以外の人間は全員腐った死体にしか見えないんで大丈夫です。そういうところが破綻してるって言ってんだろ。とりあえず最初にお礼ものエロチックフィギュアありました。これ前に山形でもあったやつですね。向こうでも確か500円だった気がしますけど、ここも500円ですね。水着の女は500円っていうこだわりがホビーオフにはあるんですかね。単に昔のフィギュアだしこんなもんやろって感じに値段つけたんだろ。それはつまり昔の女は500円程度の価値しかねえよっていうこだわりですか。それこだわりっていうよりけなしてんだろ。ゆかりちゃんはそうやって自分より可愛い女の子をけなして平常心を保ってるんですよね。少なくともお前と一緒にいる時は常に心がざわついてますね。あとちっこい食玩のおまけみたいなミクのおもちゃありました。ミクミクルームって書いてますね。このパッケージ見るとミクって結構だらしないんですね。床に雑誌やらネギやら投げ出してそのままにしてますよ。こういう感じに飾って楽しむってことなんじゃないですかね。え、こんな雑に放り投げて楽しいんですか。私が脱いだ靴下とかパンツをその辺に放置してるとゆかりちゃん鬼の形相で怒るじゃないですか。なんでミクは OK で私はダメなんですか。お前のはガチの汚物だろ。ゴミとおもちゃを比べるんじゃねえよ。こういうのって昔私もよく集めてましたけど、基本的に中身見えないじゃないですか。同じやつが3つも4つもかぶって最終的にアホ臭くなって集めるのやめちゃうんですよね。え、ゆかりちゃん私のパンツとか実は集めてたんですか。同じやつ3つも4つも集めちゃってたんですか。お前のは見つけたそばからゴミ袋に詰めてるからな。このビッチキュートバニーのミクはお高いですね。2750円もしますよ。ビッチキュートバニーズだろ。ビッチってなんだよ。ビッチなミクってちょっと良くないですか。良くないのはお前のおつむだろ。このフィギュアって白いのもありますけど、白いのは別のところで800円高でありましたよね。黒いのだけなんでこんなに高いんですかね。ゆかりちゃんと違ってミクの白い肌が黒い衣装に生えてエロチックに見えるからじゃないですか。腹が黒いって意味ではお前の方がブラックだろ。このミクも脇ががっつり見えて良さげなんですけど、この団子髪って好きじゃないんですよね。じゃあ私も髪の毛を団子にしたら嫌ってくれますかね。ゆかりちゃんは髪の毛一本まで好きなんで毛の形ぐらいで嫌いにならないですよ。ちなみにウインクの方もありましたけど、こっちは800円でした。ウインクしてるかしてないかでなんで3倍も値段違うんですかね。しかも個人的にはウインクしてる方が好みですよね。ゆかりちゃんがベッドの上でウインクして誘ってる姿とか、私の理性が吹き飛んじゃいます。お前は常に暴走モードだろ。ついでに飾ってるやつもありました。ありましたけど、これお値段の付け方が謎でしたね。箱に入ったのは800円って書いてましたけど、こっちは1000円って書いてました。むき出しの方が高いってどういうことなんですかね。実は元々の所有者がものすごい美少女だったとかじゃないですか。
美少女フィギュアの元持ち主が美少女だったんで付加価値がついてるんですよ。そうじゃねえだろ。一時期メルカリでも古着の下着売ってる時あったじゃないですか。あんなノリなんじゃないですか。ちげえつってんだろボケ。というわけでお次のハードオフつきました。ここは初めて来ましたね。ゆかりちゃんと初めてです。お前が言うと怪しく聞こえるからやめてくれませんかね。ここはブックオフとオフハウスだけなんでフィギュアの期待値は低いですね。ハードオフ入ってねえのかよ。ハードオフってあれですよね。入った瞬間店員のいらっしゃいませの大合唱あるところとないところありますよね。ここはないタイプのハードオフでした。あれどっちかっていうとない方が私たち的にはいいですよね。どうせろくなもん買わないのにいらっしゃいませの大合唱あると恥ずかしくなりますよね。お前みたいな性格破綻者でも恥ずかしいって感情あったんだな。さすがの私でも自販機のお釣り口漁る時とか少しは恥ずかしいって感情ありますよ。普通は恥ずかしくてそもそもやらないからな。モンハンのアイルーフィギュアありました。昔はアイルーのグッズいろいろありましたけど、最近のモンハンはアイルー出てるんですかね。一時期こいつクビになったりしてましたよね。お供チャチャとかいう変な気持ち悪い生物がお供になってましたね。一説によると子供の頃のゆかりちゃんをモデルに作られたのがチャチャだとか言われてます。言われてねえよ。まあ昔のお供アイルーってサポートっていうより邪魔しかしてませんでしたからね。邪魔ばっかりしてストレスが溜まる存在だったんで、イタコって名前をつけて痛めつけて遊びました。ゆかりちゃんって弱い者いじめ大好きですもんね。ゼルデンでコッコいじめて帰り討ちに会ってたのは笑いました。お前は人のことを取りにして一人逃げるよな。あと前に会ったエヴァの大冒険フィギュアここにもありました。これは前に見たやつの色違いですね。黒いアスカですよ。このアスカはきっとシンビオートに寄生されたアスカをイメージして作られたんですよ。隣にヴェノムのフィギュアがあるからってんなわけねえだろ。だってスパイダーマンももともとは赤で寄生されて黒くなったじゃないですか。このアスカもそのうち凶暴化してシンジ君を襲っちゃいますよ。どう襲っちゃうかは皆さんの想像に任せます。お前はすぐそういう方向に話を持っていくな。このシリーズって黒い霊もあるっぽいですけど、黒い霊ってどうなんですかね。凶暴化した霊もなんかすごくいいと思いませんか。あいつが凶暴化してもあなたを殺して私も死ぬみたいなヤンデレ霊になるんじゃないですかね。つまりゆかりちゃんみたいな性格になるんですね。私が読むのが主にお前のせいだからな。このリリーのフィギュア1000円の半額ですってよ。出ましたね、半額シール。このリリーって友人に教えてもらって知ったんですけど、中の人がムーブの人だったんですね。よくよく見たら確かにフロムアニムーブと書いてましたね。ムーブで歌ってる人の名前がユリなんで、これの名前がリレーになったんですかね。つってもアニムーブの曲はそんなに聞いたことないですけどね。ラキスタで流れたやたら気合の入ったあの曲ぐらいしか知りません。ラキスタで流れたのはアニムーブじゃなくモエブの方ですけどね。モエブをムーブがカバーするっていうよくわからないことになってましたね。これはちょっと買ってもいいかなって思いましたけど、ぶっちゃけそこらで普通に500円で売られてるんですよね。300円で売られてるところあったら買います。昔出たことぶき屋の三坂のメイドありました。お値段1万1000円って書いてますね。最近のフィギュアと比べると安く見えますけど、これでもプレミアついてるんですよね。定価が9000円してませんでしたからね。しかも何気にこれ1分の6スケールでちょっとでかいんですよね。隣のやつと比べてもちょっとでかいです。お胸の大きさは逆に小さいぐらいですけどね。昔はこのサイズで1万円してませんでしたけど、今出すとしたらおいくらぐらいになりますかね。2万円はしそうな感じですね。私のツイッターで割とバカにしてる中学生シマリンとかあれで2万2000円ですからね。っていうか最近のフィギュアってマジで凶悪ですよね。2体も買ったら10万円はしそうな勢いですよ。10万円もあったら私はゆかりちゃんが喜びそうなグッズ買います。私は殺し屋雇ってお前を消してもらいますね。最後に謎グッズありました。うまるちゃんのハムスター耳ヘッドフォンって書いてますけど、これネットで調べても詳細が出てこなかったんですよね。パーカーしか出てこなくてヘッドフォンとか出てこなかったですよね。これがどういうものなのか最後まで謎でした。次行こうと思ったらゆかりちゃんみたいな見た目のドレス売ってました。隣には純白のウェディングドレスがありますね。ゆかりちゃんこういうの着たら似合いそうですよね。この腰についてるドクロはお前の頭蓋骨を剥き取ってつければいいですね。このドクロ何でできてるのかと思ったら、やたら軽くて発泡スチロールでできてますよ。ますますお前の頭と似てるじゃないですか。お前を水に沈めると頭が軽すぎて頭だけ浮きますからね。特技は水に浮かびながら寝ることです。そのまま流されて帰ってこないでくれませんかね。というわけでラストのハードオフです。ここも何気に初めて来るところですね。今日はゆかりちゃんと初めてが多いですね。とても充実した一日ですよ。私からしたら地獄の一日だからな。最初にビーマニのフィギュアありました。このシリーズも少しずつ集めたいんですけど、売ってるところがなさすぎなんですよね。前に山形で選手揃ってるやつがありましたけど、次行ったらなくなってましたよね。あれは結構お買い得でしたからね。全種揃ってるくせにそんなに高くありませんでしたし。懐かしいのでミクの古い水着のフィギュアありました。これは昔私たちも持ってましたね。
ここは若干古めの懐かしいフィギュアが多かったですね。こういうところにレア物あったりするんで漁るのが楽しいんですよね。まあ最初ここ外人がいてるかのフィギュア見ながら電話でなんか話してましたしね。フィギュアって空港の関所で止められたりしないんですかね。なもんねえだろ。エッチなフィギュアとかは国によってはダメそうな感じありますよね。空港で18禁フィギュアを広げられるとか地獄だな。広角機動隊だとコカインをフィギュアの形にして密輸するみたいな話あったじゃないですか。実際やったら一発でバレるだろ。あとここにもリリーの別のフィギュアありましたよ。若干さっきのやつと見た目が違いますけど値段は500円ですね。さっきいた外人もこれ見つめてましたけどこれは買わなかったんですね。代わりに買ったのかって思いましたけどまあいいやってなりました。これも懐かしいですね。ヌルコさんのフィギュアですよ。これは昔ゲーセンで撮った記憶がありますね。プライズの割にサイズが結構でかくて気に入ってた記憶あります。これピンクの方のギャルコさんって髪の毛がハートの形になってるんですよね。なってるんですけど私がゲーセンで撮ったやつは開けた時から根元から折れててあ、クソかよって思った記憶あります。あの時はあのハートが可愛いから頑張って撮ったのに意味ねえだろって切れた記憶ありますよね。ラストに謎おもちゃありました。ゆかりちゃんが喜びそうなおもちゃですか。そんなのハードオフにあったら問題だろ。え、ゆかりちゃんどんな想像してるんですか。私はただリカちゃん人形とかアンパンマンのことを話してるだけなのにどんな想像したんですか。ゆかりちゃんやっぱりそういうの大好きなんじゃないですか。一応言っときますけどリカちゃんもアンパンマンもお前も好きじゃないです。これは何でもセンサーで打ち合いをして被弾すると光って教えてくれるおもちゃみたいです。これちょっと面白そうですよね。仕組みとしては多分テレビのリモコンみたいなもんですけどサバゲーの代わりになりそうですよね。値段が7700円って高いのか安いのかよくわからないですけどね。というわけで今回の動画はここまでです。久しぶりにこいつの相手しましたけど疲れましたね。ゆかりちゃん大丈夫ですか。帰ったらゆっくりしてくださいね。ゆっくりさせてくれない張本人が何言ってんだよ。ちなみに1ヶ月前になっちゃいましたが実はツイッターの方で支援イラストもらってたんですよね。こいつせっかくイラストもらったのに放置してたとか最低だな。かなり前のイラストとのことでしたがさらに1ヶ月経っちゃいました。1ヶ月放置しちゃいましたがゆかりちゃんの笑顔は色褪せてないですよ。現実のゆかりちゃんもこのぐらい愛嬌のある笑い方してほしいもんですよ。お前がいる限り私が笑うことはないからな。私が笑う時があるとしたらお前を引き殺す時ぐらいだからな。あ、このゆかりちゃんのテヘはもしかしてやっちゃったって意味のテヘですか。ちげえだろ。それでは今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったらコメントやグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ほなまた。